バッハと家族、花から牛乳はカモンタツオの楽曲である。男女交際の修羅場や日常生活の恥ずかしい、失態などをギターの弾き語りで歌ったコミックソングであり、場面ごとに JS バッハ作曲、トッカートと風雅に単調冒頭部のメロディーに乗せたチャラリー花から牛乳のフレーズでコーチをつける曲構成となっている。1992年の発表以来数多くの シリーズが作られており、カモンの代表曲の一つに数えられる。2020年5月6日に、カモンが自身の YouTube チャンネルで明かしたところによれば、ことがヒントとなり、本曲の制作に至っている。また別の出展では、カモン自身の小学生時代、好きな女の子が給食で牛乳を飲んでいる時に、プーなどと声をかけて笑わせ、牛乳を吹き出させていた思い出に、 本曲の原点があると語っている。ディスコグラフ上の書出は1992年1月1日にビクター音楽産業から発売されたアルバムテンプの才能に収録された花から牛乳である。同年4月21日には18枚目のシングル花から牛乳帰ってきた替え歌メドレー4としてシングルカットされた。 この初代、花から牛乳は男女関係における多重交際を原因とした修羅場を歌った内容である。歌詞の一番では多重交際をしている男性の視点で交際女性の一人を自宅に招き入れた場面が語られる。ところが男性は迂闊に留守スロクの再生ボタンを押す、女性がシャワーを浴びている間に別の交際女性に電話をかけるなど、 不用意な行動を繰り返しては墓穴を掘り、女性に問い詰められていく。そして、気まずい局面が訪れるごとに、ヨハン・ゼバスティアン・バッハ作曲、トッカータとフーガに単調 BWV565 の、よく知られた、冒頭部のメロディーに乗せて、チャラディー鼻から牛乳のフレーズが歌われ、男性の追い詰められた気持ちが表現される。2番の歌詞では別のカップルが登場し、今度は、 二股交際をしている女性の視点から、片方の交際相手の男性に苦しい弁明を繰り返す様子が歌われる。本来の曲は、若者から大人向けのアダルトな内容ながら、この小学校の給食の1コマを連想させる、フレーズと後の小学生向けのリバイバルヒットから、花から牛乳は子供にも人気となり、カモンは給食の時間に、 カモンさんの CD をかけて、花から牛乳を吹き出し先生に怒られましたという、声をよく受けるという。この曲から、恋愛絡みの嘘が露呈することを、花から牛乳と呼ぶ流行語が生まれた。同年7月22日には19枚目のシングルとして、花から牛乳第2章、マイナスをリリース。その後も、2000年の、花から牛乳、正期末バージョン、二千六年の、 新、花から牛乳など、数多くのシリーズ曲が作られた。花から牛乳は、2011年からテレビ、東京系列の子供向けバラエティ番組、ピラメキーノの挿入歌として採用され、小学生の間で再ブレイクした。この時放送された、キッズバージョンは、小学校生活におけるありがちな失敗や恥ずかしい、経験などを列挙する内容となっている。 同番組では、1986年発表の、アホが見る、豚のケツにも放送されて、同じく好評を博し、2011年12月14日には、この2曲を収録した両 A 面シングル、アホが見る、豚のケツベスト、花から牛乳、キッズバージョンがリリースされた。2019年には、元宝オンラインエンターテイメント配信のモバイル用、ゲームアプリ、 パズルドラゴンズのコマーシャルで花から牛乳がオマージュされた。この CM はアニメ版パズドラのキャラクターであるドラゴンがチャラリー花からパズドラと歌いながら花からドロップを吹き出すという内容だった。放送時の小学生世代にはこの CM で花からの替え歌を覚えたものの元となったカモンの曲は知らないという児童もいた。瓶牛乳のある 学校給食の例。カモンは小学生時代の給食時間の思い出に花から牛乳の原点があると語っている。ライブ TV イベント出演時の即興作品やピラメキーの塔における投稿作品は再現がないため以下ではカモン本人による CD 化作品のみを挙げる。収録アルバムはベスト版を除く。ありがとうございます。